大阪堺市にあります J グリーン堺 S1 メインフィールドです。先ほどまで曇っていた空がやや明るさを帯びてまいりました。第14節を迎えますスペランツァ大阪対バニーズ群馬 FC ホワイトスタートの対戦です。この後配信は12時40分からを予定しています。12時40分からぜひ配信をご覧いただきたいと思います。キックオフの時間は13時予定となっています。スペランツァ大阪今日ホームゲーム、今シーズンまだ勝利のないスペランツァ大阪ですが、今日はサポーターの皆さんに初勝利をお届けすることができるか、そんなところでございますが、バニーズ群馬 FC ホワイトスターも調子が上がってきています。面白い一戦になっていくかと思います。この後12時40分からの配信どうぞご覧ください。
たどり着くかわからない夢は夢のまま、希望だって消えそうな向かい風さえも君となら、明日迷わない、自分を信じてたい、積み重ねる T-Stick-T-Fine、 乗り越えていく One More Time、 後悔したくはないから走り続ける、yeah, yeah. いつだって一人じゃない、君が大阪堺市にあります J グリーン堺 S1 メインフィールドです。上空の灰色の空がやや明るさを帯びてきました。今日は少しパラパラっと降った瞬間もあったんですが、その後雨は全く落ちておりません。この後もこの状況で推移してくれればなというふうに思います。ホームスペランツァ大阪対バニーズ群馬 FC ホワイトスターとの対戦です。スペランツァ大阪、今シーズンまだ勝利がありません。初勝利を願いながらのサポーターに喜んでいただきたい、そんな思いを乗せながらの中継になっていくことかと思います。よろしくお願いいたします。さて2022プレナスなでしこリーグ1部第14節になります。スペランツァ大阪対バニーズ群馬 FC の一戦をお伝えしてまいります。キックオフ予定は13時の予定となっています。放送席実況担当の山口不二夫です。2022プレナスなでしこリーグ1部は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を取りながらサポーターを迎えして開催しています。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルなでしこリーグチャンネルではなでしこリーグ1部すべての試合を生中継で配信しています。今日土曜日は3試合、そして明日日曜日も3試合を予定しています。今日もこの明るさが空の中から空に見出せるように、このスペランサに希望、スペランサというのはイタリア語で希望という意味なんですが、その希望を胸にサポーターの皆さんもこの J グリーン堺に駆けつけてくれています。さあそれではここまでの順位を確認しておきましょう。ご覧のようにスピーダ世田谷 FC がトップです。前節でこのスペランサはスピーダ世田谷 FC に6対0の大敗を喫してしまうという非常に悔しいゲームでありました。さあ今日対戦するバニーズ群馬 FC ホワイトスターですが、現在6位というところに位置しています。5勝2分け6敗という成績です。そしてホームスペランツァ大阪ですが最下位、勝ち点が6、13試合戦って勝ちが今シーズンまだないんですね。6分け7敗という成績です。今日は今シーズン初の勝利をもぎ取っていきたい、そんな思いで戦ってまいります、あるいは中継してまいります。さあそれでは、ここでダイジェストでここまで前節の試合を映像で振り返りましょう。えんじのユニフォームがホームバニーズ群馬 FC ホワイトスター、一方グレーのユニフォームです、アウェイのアンジュビオレ広島です。関口奪いました、ラインは割っていません。関口から中、大谷が走っていく、大谷抜け出した、シュート、ニアサイドヘディング、の間を使う、前を向く山岸、山岸から右、
モリア、クロスが入る、ヘディング塩谷のシュート、さらには塩谷、中央、あーこぼれたボールがそのままゴールに吸い込まれました。後半の18分、先制ゴールはバニーズ群馬 FC ホワイトスター、グランダのボール、あーこれも小松です。またしても小松美奈、左のコーナーキック、大江のキックから2つのゴールが生まれました。2対0、バニーズ群馬 FC ホワイトスタークリーンシートでの勝利、ホーム3連勝飾っています。スフィーダ世田谷 FC 対スペランツァ大阪、まもなくキックオフを迎えます。ニアへすらしていく、シュートチャンス、懸命に金子、決まりました。最後ワンタッチあったかどうか、ハイボールからファー流れていく、決まりました。ゴールに吸い込まれていきました。2対0としています。さあ金子折り返していく、混戦、決まりました。3対0、大竹クロスが入る、さあ村上チャンスだ、シュート、決まりました。開始早々1分もしないうちに村上のゴール、柔らかなボールです、正面こぼれている、押し込めるか、シュート、もう一度シュート、決まりました。三つ元のゴール、5対0になりました。中堀江が待っています、シュート放つ、堀江押し込むだけだ、決めました。杉浦世田谷 FC 連勝、これも6対0快勝でした。両チームのダイジェストをご覧いただきました。まあ、前節はこのスペランツァ大阪にとりましてはスピーダ世田谷トップチーム首位のチームとの対戦でした。6対0という大きな得点差になってしまいました。一方のバニーズ群馬 FC ホワイトスターなんですが、こちらはアンジュビオール広島相手に2対0と会心の勝利というところでありました。両チームのダイジェストから前節の模様がご覧いただけたんじゃないかなというふうに思います。それでは両チームのスターティングラインナップをご紹介しましょう。まずはバニーズ群馬 FC ホワイトスターです。ゴールキーパー21番田谷晴美、ディフェンダー4番宇内沙羅、ディフェンダー3番滝沢咲、ディフェンダー2番関口真由、ミッドフィルダー19番小泉彩乃、ミッドフィルダー20番高村恵里、ミッドフィルダー5番小松美奈、ミッドフィルダー7番キャプテン高塚彩音、フォワード28番塩谷ルナ、フォワード11番佐藤亜美、フォワード8番大谷歩美、前節と同じスタートのメンバーです。サブのメンバーです。ディフェンダー26番山口日向、ディフェンダー9番大島彩香、ミッドフィルダー23番内藤佳林、ミッドフィルダー13番後藤あず、ミッドフィルダー10番小島美馬、フォワード15番古寺美香。バニーズ群馬 FC ホワイトスターです。監督は和田春夫監督です。今シーズンからこの
なでしこリーグ一部に上がってまいりましたバニーズ群馬 FC ホワイトスターです。和田春夫監督52歳です。さあそしてホームスペランツァ大阪イレブンをご紹介してまいりましょう。今日はスタメンです。ゴールキーパー1番伊藤楓、ディフェンダー3番上西加奈子、ディフェンダー4番キャプテン宮地飛鳥、ディフェンダー14番小熊桃香、ディフェンダー23番増田玲奈、ミッドフィルダー5番谷本圭、ミッドフィルダー19番北浦美穂、ミッドフィルダー6番南山千秋、ミッドフィルダー24番中野真奈美、ミッドフィルダー22番森迫彩芽、フォワード7番持田奈奈。サブのメンバーです。ゴールキーパー31番高橋霞、ディフェンダー2番桜田彩乃、ミッドフィルダー18番浅出優子、ミッドフィルダー16番入江美希、ミッドフィルダー29番小峠明日香、フォワード11番小松優希、フォワード13番長木真理子。スペランツァ大阪監督は種田香織監督です。今日は今シーズンの初勝利を願うということでありまして、少しメンバー小熊が復帰、それから北浦2試合ぶりスタメン、そしてゴールキーパーは伊藤と、3人のメンバーが前節と変わっていると、変更しているというところです。さあどんな戦いになっていくんでしょうか。少しキックオフ前の静寂が訪れています。 J グリーン堺 S1 メインフィールドです。ご存知のようにこの J グリーン堺、本当に立派な施設です。サッカーフィールドはこのメインの S1 から S16 まで16面揃っているという素晴らしい施設。フットサルフィールドは F1 から F8 まで8面が揃っている。そのフットサルのフィールドには屋根があるフィールドもあるということですね。本当に素晴らしい J グリーン堺です。サッカーファンの皆さんならぜひ一度は訪れなければならない、そんな施設じゃないかなというふうに思いますし、選手たちもこのJグリーン堺で鍛えている、そして競い合っている、高め合っている、そういう施設であります。素晴らしい、日本の中でも誇れる施設だというふうに思います。そのJグリーン堺 S1 メインフィールドでこれから第14節のゲーム、スペランツァ大阪対バニーズ群馬 FC ホワイトスターの対戦が行われようというところです。先ほどよりも少しまた明るさが出てきたんじゃないかなという感じがいたします。今日の天候です。ややお天気予報を見てみますと、この12時1時くらいに少し傘のマークがあった感じでありますけれども、ややこの辺りの雲は少し黒いんですが、見上げていきますと、白い部分、ひょっとするとこれから青さも出てくるんじゃないかな、ブルーの色も出てくるんじゃないかなという感じの空の模様であります。さあ今シーズンの初勝利を目指していくスペランツァ大阪、今日は皆さんに、特にスペランツァ大阪のサポーターの皆さんに勝利を届けできればという応援しながらの実況ということになっていくわけでございますが、さあどんなゲームになっていくんでしょう。ただアウェーのこのバニーズ群馬 FC、 こちらもアンジュビオレ広島相手にいいゲームを展開しました。その前の12節ではオルカ鴨川に 2-0 で敗れているんですけれども、前節の広島戦で非常にいいゲーム展開をしましたので、今日調子も上がってきているんじゃないかなと、そんな風に思います。スペランツァ大阪は現在12位、0勝6分け7敗勝ち点が6、一方のバニーズ群馬 FC ホワイトスターは6位、13試合戦って5勝2分け6敗勝ち点17というところです。まだまだバニーズは上位を狙っていけるという位置取りであります。大阪対バニーズ群馬 FC ホワイトスター戦を開始いたします。さあ審判団並びに場内の今アナウンスが聞こえていますが、
場内の DJ の加藤彩さんの声が今大きくこの J グリーン堺メインフィールドに響いています。さあ両チームの選手たちが出てまいりました。ブルーのおなじみのユニフォームスペランサ大阪、そして白いユニフォームバニーズ群馬 FC、 まさにホワイトスターです。さあ審判団を挟みまして今両チームが横並びの状態です。それでは本日キックインセレモニーにご当選されました高槻市よりお越しのさあこれからキックインセレモニーです。キックインセレモニーを行っていただきます。これは入場したサポーターの中から抽選で選ばれた方がキックインをするという、ああお子さんが出てきました、今日ラッキーです。では掛け声とともにですね、あキックインしていただきました、ありがとうございます。掛け声とともに掛け声ややフライング気味にキックインをしてくれました。いただきました。そして小池屋様よりプレゼントの贈呈となります。小池屋さんから、まあ、プレゼントが贈呈されました。おそらくお菓子がたくさん入っているんじゃないかなというふうに思います。いい思い出ができました。さあかわいいキックインセレモニーが終わりました。さあ今正面とそれからバックスタンドと今選手たちが頭を下げて、そしてこれからそれぞれの現場への、写真撮影タイムというところです。先ほどキックインをしてくれましたお嬢ちゃんが一緒に、この選手たちと写真に写ろうかというところです。ぜひこの配信をご覧の皆さんも会場に来て、このフィールドに来て、生の体験をしていただく、あるいはこのサポーターの皆さんと一緒に盛り上がっていただく、そういう体験をしてほしいなというふうに思います。必ずこのフィールドに来ますと何イベントをやってますから、そのイベントが時に応じていろんなさまざまな企画がありますので、きっと楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。さあ、この試合ですがマッチコミッショナーは岡野正夫さん、審判アセッサーは和田律子さん、主審は今日は安波陽子さん、副審は山田雅樹さんと中島和樹さん、そして第4の審判は中村翔太さんです。さあキックオフ予定は1時の予定ということになっていますが、昨シーズンの対戦はこちらのバニーズ群馬 FC ホワイトスターは今シーズンこのプレナスなでしこリーグ1部に昇格してまいりましたので、昨年の対戦は当然ありません。今シーズンの対戦は第5節で戦いましたが1対1引き分けに終わっているというのが今シーズンの対戦成績です。その時先制点はバニーズにありました。そしてスペランサが66分でした。北浦のシュートで同点に追いついて1対1の引き分けというのが今シーズンの1つ目の対戦、そして今日が2つ目の対戦ということになります。さあエンドが入れ替わる感じになります。右にエンドを取っていくスペランサ大阪ということになります。そして左にエンドを取ったのがバニーズ群馬 FC ホワイトスターということになります。ブルーのユニフォームスペランサ大阪、右にエンドを取りました。さあ今日はどういう対戦になっていくんでしょう。両チームのシュート数を比べてみますとスペランサ大阪が2桁シュートが7試合ありました。一方のバニーズ群馬は2桁シュートは1試合しかありません。そういった意味ではバニーズ群馬、その中でも6位という状況にありますから、接戦を取って勝利につなげてきているということが言えるかもしれません。スペランサ大阪はここまで2桁シュート7試合あって合計シュート数は111本ということなんですが、得点は6点という状況になっています。やはり最後の決定力、シュートは出るんですが最後の決定力というところに課題があるかもしれません。さあまもなく試合が始まります。ジャストの時間を待っているところでしょうか。今日の主審は
安波陽子さんです。時計をじっくり見て一時ジャストのキックオフというところになっていくものかと思います。さあ今ホイッスル、バニーズ群馬のキックオフでゲームが始まってきました。大きくボールを蹴り出していきました。ヘッドで落として向こう側のタッチを割っていきます。今シーズンの初の勝利を願ってスペランツァ大阪、ゲームが今開始されました。さあそしてバニーズのスローインというところです。今日はスペラントは持田奈々がスタメンです。持田奈々は前節もスタメンでありましたが、前節は7試合ぶりのスタメンでした。フォワードの持田です。そして今日は伊藤楓、伊藤楓は1年目の選手なんですけれども、開幕からずっとこのゴールを守ってきました。そして途中で高橋霞にゴールを預けるというところもあったんですが、今日は伊藤楓がスタメンのゴールキーパーです。さあ競り合って、そして谷本、さあバニーズサイドに持田が入り込んでいきますが、これはゴールキーパーです。バニーズのゴールキーパーは田谷晴美です。3年目のゴールキーパーです。25歳の選手、よくこのバニーズのゴールを守っています。バニーズのスターティングメンバーは前節のアンジュビオレ広島戦と変わっていません。同じメンバーで臨んできました。前節は2対0でアンジュビオレを下したこのバニーズです。一旦ボールを下げていきます。伊藤楓左で蹴ります。北浦美穂、さあ前線にボールを蹴り込んで持田奈々が高くボールを上げていく。これはキーパーです。試合開始まだ2分も経たないというところですが、積極的にスペランサが相手陣内に攻め込んでいきます。大きくボールを前線に出して、そして持田が入り込んでいく、切り込んでいく、そういう展開になっています。ゲーム開始早々に得点を取られるという試合が何試合かありました。スペランサ大阪、この立ち上がりのところを気をつけていきたい、そんな気がいたします。金田監督もそのあたりは十二分に警戒をさせていることだろうと思います。さあスローイン、ロングスローを入れていきました。南山千明、ベテランの南山も今日はスタメンです。前節は小熊が登録メンバーに入っていませんでしたが、前節は休んで小熊が今日はスターティングメンバーに入っています。北浦は2試合ぶりのスタメンです。さあ中盤で取り合って、バニーズ左サイドからこれは蹴り出しました。宮地明日香キャプテンがボールを蹴り出します。小熊桃香がボールをディフェンダーが蹴り出していきました。縦に出す、激しい当たりがありました。小泉彩乃が倒れています。スペランツァの選手たちもとにかく前を向いて、そして今長いトンネルに入っているという状況かもしれませんが、とにかく前を向いていこう。宮地キャプテンはこの勝利のない状況でいつもそのように話します。攻めて守ってチームが一つになっていく、とにかく気持ちなんですと、こう話す宮地キャプテンです。思いを一つにして、そして希望を抱いて、まさにスペランツァ希望を抱いて戦っていきたいスペランツァ大阪です。さあ前線に大きく出してヘッドで落とす、増田玲奈、ディフェンダーのメンバーは安定しています。上西かな子、宮地明日香、小熊桃香、増田玲奈、このほぼ不動に近いメンバーです。さあそしてフォワードはワントップ、持田奈々が右サイドから切り込んでいく。さあそして切り返してシュートを打つ、左足決まりました。前半の4分です。持田奈々左足のシュート、鮮やかに決まりました。幸先のいいスタートを切りました。スペランツァ大阪スタメン起用に応えました。ただいまの得点は
ヴィランツ大阪背番号7、持田奈々のシュート鮮やかでした。右サイドから切り込んで、そして見事にシュートを決めました。さあ幸先のいい1点。さあ今度は森迫が左サイドから上がってくる。そして南山千明も来る。さあリズムに乗ってバリーズを攻めていきたいところです。ここはタッチを割っていきました。バニーズタッチに逃れました。前半の4分です。持田奈々のシュート鮮やかに決まっています。さあそして4番のウナイが上がってきています。11番の佐藤亜美、バニーズの佐藤亜美は2年目の選手、29歳です。国士舘大学の出身です。今シーズン1ゴールを決めている佐藤亜美が迫ってきましたが、ここは伊藤楓が立ちはだかっています。さあ大きくハーフウェイを越えました。これはスペランサボールです。スローインを入れていく増田玲奈、左足胸でトラップするバニーズ。さあゲームの動きが激しくなってきました。ここも体で当たって、さあ中盤でのボールのしのぎ合いです。小熊桃香、そして増田後ろでボールを回していきます。さあ左足で蹴る、ヘッドで落とす。ボールの取り合いが激しくなっています。上西かな子前に出す。そして持田の足元に、一旦右に中野真奈美がいます。いいボールの流れが、動きが展開されているんじゃないでしょうか。スペランサ大阪、今日はいいパスワークが見られます。スペランサキャプテンが頭で落とす。宮地明日香、さあそして前線に来た南山、持田もいます。そしてこちら左手前には森迫彩芽が控えています。森迫、持田、そして中野真奈美。スペランサボールです。今シーズンの対戦はアウェーでスペランサ大阪、バニーズ群馬、1対1の引き分けに終わっています。22節戦います。ホームアンドアウェーで戦います。1試合ずつ戦うということになりますけれども、まず1つ目のこのチームの対戦は引き分け。さあそして今日が2戦目ということになりますが、幸先よくスペランサ大阪が前半の4分に持田奈々のシュートが決まっています。これもスペランサボールです。さあ増田がボールを入れる。そして森迫が落とす。さあ前には持田がいます。今日シュート1本決めていますが、さあこれはクロスを上げていくか。ディフェンス、ウナイがこのボールの前を前に立ちはだかりました。ゴールキーパーのタヤです。これはゴールキックになりました。今日が14節 J グリーン堺 S1 メインフィールドのゲームをお伝えしています。スペランサ大阪対バニーズ群馬 FC ホワイトスター、白いユニフォームがホワイトスターです。さあ前に谷本、11番の佐藤亜美です。高村が追っていきますが、これはタッチを割っています。さあフリーキックになりました。ボールを蹴るのは滝沢咲です。2年目の選手、ここを2試合フル出場しています。滝沢咲、28歳です。さあ
どんなボールをゴール前に上げていくか。ここは気をつけなければなりません。ゴール前にボールがありますが、キーパーダイレクト、伊藤楓がしっかりキャッチしています。開幕戦から起用されているこの1年目のルーキーの伊藤楓です。開幕戦はもう本当に緊張したと話す伊藤楓でありますが、その後開幕から7試合フル出場しています。ここ3試合はサブのメンバーだったんですが、今日はスタメンです。さあ森迫彩芽、左に森迫がいます。ここはオフサイド、ゴールキーパーの田谷晴美です。この田谷は11試合連続フル出場しています。さあ大きく蹴り出してスペランザ陣内にボールが入ってきました。さあこのボールは小熊桃香、一旦キーパーに下げます。伊藤はここに森迫彩芽、中盤でのボールの取り合いが激しくなっています。前半の10分も経過して11分になっています。45分ハーフのゲーム、2020年のプレナスなでしこリーグ1部、今日が14節目、12節から折り返しということになりますが、折り返して2試合、今日が折り返してからの3試合目になります。両チームです。スペランツァ大阪は12節で愛媛レディース、そして13節でスピーダ世田谷と戦っています。22節で争われますプレナスなでしこリーグ1部です。11節で半分が過ぎて、後半12、13、そして14節と折り返しに入ってまいりました。後半戦に入っています。さあ田谷晴美、さあセカンドボール行くぞというふうな声が選手から、選手の間から聞こえていますが、さあヘッドで落として、そしてスペランツァボールになっていく森迫彩芽、左サイド、さあここ受け持っている、ゴールラインを割っていきました。ボールが上がって左サイドからの攻めが目立ちます。森迫がボールをずっと追っていくんですが、クロスボールを上げるというところまではいきません。少し攻めの形が見えているという感じなんですが、先ほどは右サイドから持田奈々が鮮やかなシュートを決めています。一旦下げます。バニーズ群馬のシュート数ですけれども、日体大戦で唯一の2桁シュート、日体大戦ではこれはバニーズ群馬が勝っていますけれども、この時には10本のシュートがありました。日体大を破ったゲームです。スペランツァ大阪は2桁シュートは7試合あるんですが、得点は6点、決定力に少し欠けているのかなというところなんですが、今日は幸先よくまず先制点を取りました。さあ右サイド、ここもバニーズも前線にボールを出していくんですが、前線にボールがつながっていかないというところです。さあボールを入れるウナイサラです。ウナイサラは2年目の選手、前節にはフル出場しています。ウナイがボールを入れてきましたが、今度は代わってスペランツァボール、大きく前進出しました。さあ森迫が迫っていく、森迫がしぶとく食らいついていきます。ゴールキックがあります。この積極的な姿勢です。ボールに食らいついていく森迫彩芽、7年目26歳、今シーズンのシュートは12本記録されています。しかし森迫、今シーズンまだゴールはありません。森迫あるいは中野真奈美が2本ゴールを決めているんですが、この森迫あるいは中野あたりにこの得点が増してくると、また後半戦
面白くなってくるんじゃないかというふうに思っていますが、今日も森迫、中野、この辺りのシュートを期待したいところです。さあここはタッチを当てきます。増田レナ、この左サイドはこの私に任せてという形で増田がよく守っています。今日はディフェンスは上西、宮城、小熊、増田、そして中盤に谷本、北浦がスタメン、南山千秋、そしてフォワードは持田奈々、中野真奈美、森迫彩。サブのメンバーは今日はゴールキーパーの高橋サブ、それから桜田彩の浅井で優子、入江美希、小松優希、そして長木真理子と、サブのメンバーは6人。さあ8番の大谷歩美、バニーズがずっと前に来ています。バニーズ群馬 FC は2007年にホワイトスター高崎として発足したチームです。2016年になでしこリーグ参戦を目指して群馬 FC ホワイトスターに改称いたしました。名前が変わりました。そして2021年に、これは昨年になりますが、バニーズ群馬 FC ホワイトスターとしてなでしこリーグ2部で2位になりました。そして入れ替え戦の末、今年なでしこリーグ1部に参入してきました。ここまでよく健闘しています。現在6位というバニーズ群馬 FC ホワイトスターです。さあ増田がボールを入れています。相手陣内に迫ってきました。ボールを手前に素早く落とした谷本、南山、そして森迫です。一旦下げてクロスボールはどうだ、持ちだ、右足で上げた感じになりましたが、中野真奈美が追っていきます。さあまだまだチャンス、形を作っていく。右サイドからクロスボールは森迫の前です。シュートは打てませんが、あ、タッチを割っていきました。シュートにつなげていこうかなというチャンスのところでありますが、相手陣内に攻め込んでいます。さあ森迫、増田、さあゴールラインギリギリのところです。さあこれはコーナーキックか。スペランツァ大阪がバニーズ陣内に迫っています。コーナーキックです。ここは今日1本目のコーナーキックになりますが、中野真奈美がコーナーに向かっていきます。さあ左足が得意足という中野真奈美のキックになります。さあクロスはファーサイド、ヘッドを出す、田谷晴美の正面でした。しかしコーナーキックからのいい形にはなりました。今日のゲームはスペランツァ、非常にこの1週間の練習でよく組織だったプレーができたのではないかなと思いますが、さあ持田奈々迫っていく、非常に運動量があります。持田奈々、大阪体育大学の出身です。今日は先制と決めました。さあ増田、右へ振る、19番の北浦美穂、今日はスタメン。さあ持っていく、さあ森迫歩夢、今度はサイド変わって右サイドに来ていますが、さあバニーズボール奪い返してハーフウェイを越えてスペランサ陣内、しかしまた戻す、谷本圭、まだボールは生きています。さあ谷本、そして上西かな子、しっかりとパスをつないでいこうというスペランサ。ここはタッチを割りました。バニーズボールになります。2番の関口真由がボールを入れてきます。11試合フル出場している関口真由です。今シーズンは関口は6年目の選手です。チームがなでしこリーグに上がってきました。目立った活躍をしています。
さあ高塚彩音キャプテンです。バニーズ高塚から、さあそして右サイド振っていく、右サイドからウナイ、これはあまり力のあるボールではありませんでした。伊藤楓がしっかりボールを取っています。さあ左足で蹴った伊藤楓ゴールキーパー、ホイッスルありました。バニーズ群馬 FC の監督は和田春夫監督、52歳です。今シーズン監督に就任しました。神戸大学を卒業してスロベニアへのコーチ留学などもありました。ヨーロッパへのコーチ留学などもありました。そして名古屋グランパスで通訳コーチなどもされておりました。アルビレックス新潟トップチームのコーチの経験などもあります。そして FC 大阪監督を経てバニーズの監督に就任したという和田春夫監督です。非常に理論派だというふうに聞いていますが、さあその理論の組み立てでこのバニーズを昇格して6位に押し上げたというここまでの戦いということではないでしょうか。さあ一旦下げてきました小熊桃香、伊藤にボールを下げていきました。さあ右サイド前にボール出していく持田奈々です。ギアアップすると非常に足が速い、トップスピードに持っていくのが速い、それが持田奈々の特徴です。さあボールの動きの展開が今日早くなっています。おっ、これはキーパーです。おっ、南山千秋ちょっとタヤにこう体が接触していく感じになりましたが大丈夫でしょうか。今日の主審は安波陽子さんですが、ここで何か警告が出るようなことはありません。さあ、うないさらです。非常に運動量豊富です。手前にボール落としていきました高村エリです。うない高村、さあ今度は前に大きく出していった大谷歩美です。フォワードの大谷にボールを持っていきました。スペランザ陣内でバニーズ迫ってきています。細かくボールをつないでいこうというところです。さあそして一旦大きく下げてまた今度はサイドを変えての展開でしょうか。また右です。細かくボールをつないでいます。前半の給水タイムです。前半の23分ちょうど半分を回ってこようかという時間帯で給水タイムです。今日は日差しが強いというふうなお天気の状態ではないんですが、やや湿気があります。湿気がありますので、こういう時もむしろ水分を取っていった方がいいのかもしれません。汗がじんわりこうにじみ出てくるとそのようなコンディションです。やはりサポーターの皆さんもこの、ぜひスタンドで応援していただきたいと思うんですが、こういう天候の時こそやはり水分を取るのが大事だなというふうなことを思います。しっかり水分あるいは塩分なども取って、そしてこの熱中症に備えてほしいというふうに思います。これから夏場に入っていくというところで、このなでしこリーグ一部は7月3日にもう一試合あるんですが、チームはゲーム予定されているんですが、その7月3日以降のゲーム、7月そして8月はゲームが組まれていません。ゲーム再開は9月を予定しています。真夏のカンカン照りの下ではやはり、これは何か大変な、ね、ことがあってはいけませんので、その時期は、ゲームが中断するとインターバルということになっていきます。さあボールヘッドで持田、そして森迫、増田サイドを変えていく、おっと選手が当たりました。さあ強い
当たりもありましたが谷本がずっと追っていく激しい動きになっています。北浦美穂、北浦美穂は今シーズン100試合出場も達成しています。さあバニーズボールになっていく、どういう攻めか。宇内沙羅、さあ20番の高村恵里、2年目の選手です。20番は高村恵里、さあスプランツァです。手前に森迫彩芽が控えています。さあ谷本、グラリエフ、増田玲奈、大きく前進、大きく前に出す、大きく前にフィードしていきましたがキーパーダイレクトになりました。今日はゴールを目指していく、そういう意思が明確に出ている感じがいたします。スプランツァ大阪、1点を先制して、まだまだ前半の半分を過ぎたあたりですから、この1点を守りきっていくという形ではいけないと思います。2点3点を目指していかなければなりません。それが勝利に、今シーズン初めての勝利につながっていくものと思いますが、選手たちはその気持ちが十分にあるようで、積極的な攻めが、積極的な姿勢が非常に見ている側に伝わってきます。さあここはバニーズのフリーキックになりました。さあバニーズのチャンスです。バニーズも前節アンジュビオリ広島との対戦、いいゲームを展開して非常に上り調子になってきています。さあゴール前にボールを上げていく、さあヘッドを落としたのはスプランツァ、シュートを打っていく、あ伊藤楓がっちりとボールを取っています。ゴールマウス真ん中あたりにボールを蹴り込んでいきましたが、伊藤楓ががっちりボールをキープ。さあバニーズもシュートへの組み立てが、イメージができてきた感じがいたします。勝負はだん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 面白い試合展開になってくるものと思われます。さあここ19番小泉彩乃が追っていきます。バニーズ持田奈良との1対1でしたが、さあボールを入れてくるのは関口真由です。5番は小松美奈、10年目の選手です。小松美奈は前節アンジュビオリ広島戦で2得点しています。小松美奈です。この小松美奈、5番の小松美奈を気をつけなければなりません。さあ7番の高塚彩音、あるいはこのキックは今審判の安波さんが今両選手の話をしていますが、フリーキックはこうスペランツァです。スペランツァのフリーキックは中野真奈美です。さあ中野真奈美は今シーズンはフリーキック、もう少しゴールに近かったかも分かりませんが、直接フリーキックを入れていく、そういうゴールもありました。今シーズンは2つゴールを決めている、2ゴールを決めている中野真奈美です。さあここはどういうキックを見せるか、強いキックです。バニーズの選手に当たっていきましたが、さあそして宮地が落として右サイドからクロス、キーパーダイレクトです。南山がボールの落ちる付近にいましたけれども、これはキーパーダイレクト。さあ大きくボールを下げて後ろから展開していこうというバニーズです。ここでようやく前に出していきましたが、ここはスペランツァボール、おお伊藤、11番の佐藤亜美が攻め込んでいきました。さあ強い当たり、谷本圭、谷本がボールを奪い返した、ホイッスルです。ここはホイッスル、ファウルを取られました。両チームの当たりが非常に強くなってまいりました。さあボールを蹴るのはフリーキックは滝沢咲です。滝沢が左サイドボールをつなごうというところですが、スプランツァボールをインターセプト、
ボールを奪いました。さあ前にボールを出していきますが、ここはつながっていきませんでした。さあ前半はまもなく30分を迎えようとしています。前半の4分あたりでしたでしょうか、まだ5分にはなっていませんでしたが、持田奈々のシュートで1点を先制しているスペランサ大阪です。さあボールを奪い返したスペランサ、増田レナ、角度のないところ、まだボールが生きている。さあボールが大きく上がってこちら側、今この実況している実況席あたりにボールが飛んできました。ベランダのような、この実況席がベランダのような状況で、この建物のベランダのような形になっているんですが、そこにボールが飛び込んできました。さあウナイサラがボールを入れます。2年目の22歳若い選手です。さあ20番のバニーズは高村恵里、神奈川県の出身です。6試合連続スタメンしています。さあバニーズが細かくボールをつなぎます。小松美奈、この小松美奈が前節2本のシュートを決めている。さあヘッド危ない、ゴール前2人のバニーズの選手がいました。さあ今度はカウンター、持ちだ、ボール奪い返すか、持ち田が走り回ります。さあ森迫あやめ、ボールを一旦下げ気味に増田にボールを渡す。さあそしてクロスボール、ゴール前にヘッドで落としたのはマニーズ、谷本圭がここにいます。さあそして上西かな子、南山千明、さあどういう形のシュートチャンスに持っていくか。さあ中野真奈美、細かくボールをつないでいましたが、ここはバニーズのボールになった。監督コーチからも大きな声が、あるいは種田監督からも大きな声が飛んでいます。第12節のホームゲームが万博記念競技場だったんですが、この時には競技場が大きいですから、間にトラックもあって、トラックフィールドもありまして、監督の声もなかなか聞こえにくいんですが、この J グリーン堺は非常にこのフィールドからの監督コーチ陣の控えている場所も近いですので、よく声が届いてきます。さあ伊藤海です。逆に言いますと、私が喋っているこの実況の声も、この監督たちがいる席に届いているんじゃないかという感じがいたします。さあここは森迫あやめ、森迫がゴール前にボールを持っていこうというところですが、マリーズに奪われました。奪い返された。さあそして前線にボールを出してくるところですが、8番の大谷歩美がいました。11番の佐藤亜美、バニーズがゴール前に迫っていきます。配信を、この番組をご覧の皆様にも、この監督の声が大きく響いている、指示を出している声が直接聞こえてくるんじゃないかと思います。さあ持田サイドバイサイド、滝沢と一緒に当たりながら、さあ南山千秋ボールを持っていく、後ろから北浦美穂、どういう組み立てになるか、ここは左サイドから崩すか、前線に大きく持っていきますが、ここには中野真奈美がいます。向こう側のタッチを割っていきました。相手陣内に、バニーズ陣内に大きく攻め込んできますが、シュートチャンスを今どのように持っていこうかというところで攻めあぐねている感じです。さあ谷本、さあ上西かな子がボールを入れました。森迫、運動量豊富です。ボールに飛び込んでいきます。20
26歳7年目森坂彩芽、縦横無尽に走り回ります。さあフリーキックを得ました。南山とそれから中野真由美が今言葉を交わしましたが、蹴るのは中野真奈美です。今シーズンのシュートは14本、そしてゴールを2つ決めています。4月の10日でしたか、326試合出場の新記録も達成しています。その後も出場記録を更新し続けている中野真奈美です。レジェンドの域に入ってまいりました中野真奈美です。なでしこリーグのレジェンド中野が蹴ります。さあバニーズの選手が横一線、ゴールマウスの口を塞ごう、見えにくくしています。主審の安波さんがややここは下がってというふうな指示もありました。距離を取って、さあ中野が蹴るというところか、あるいは増田もいますが、増田レナもいますが、ここは中野の左足、グラウンダーのボール直接狙っていきました。ここは田谷晴美がしっかり抑えています。壁がある場合にはなかなかボールの出所が分かりにくくてキーパーも難しいかと思うんですが、田谷晴美がしっかりボールを取っています。バニーズ、さあ今度は関口真由がボールを持っていきます。さあ関口にぴったりとマークしている中野真奈美、あるいは上西もいきます。しっかり守っていきます。1点を前半4分に取った1点を守りきるという姿勢ではいけませんが、ここまでしっかりと相手に得点を与えていませんスペランツァ大阪。スフィーダ世田谷戦では6対0と屈辱の対戦、屈辱の試合でありました。その悔しさを胸に この第14節に臨んでいますスペランツァ大阪イレブンです。1点をリードしてまもなく37分になろうとしています。さあ前に攻め上がっていくバニーズ、大谷歩美、さあ大谷、この選手は今シーズン1ゴールも決めている。さあ左足シュート、20番の高村、2年目の選手です。6試合連続このところスタメン出場しています高村です。バニーズの選手は非常に、若い選手も目立ちます。今シーズンなでしこリーグ一部に参入してまいりました。さあスペランツァゴールを守る伊藤楓、左足です、大きく前に蹴りましたがヘッドで落としたのが高村。オフサイドです。バニーズも少しシュートまでの形をビルドアップするのに少し苦心している感じがいたします。さあ伊藤楓、真っ赤なユニフォームが際立っています。伊藤楓、大きくボールを蹴り出しました。スタンドに上がっていきましたが、さあすぐに上西、監督の声が聞こえてきます。金田監督、あるいは、和田監督の声もあるかもしれませんけれども、やや種田監督の声が大きく響いてくる気がいたします。さあ向こう側、宮地キャプテンが追っていく。宮地飛鳥、宮地飛鳥はただ一人全試合にフル出場しています。宮地飛鳥キャプテンです。キャプテンマークをまとって全ての試合、第14節今日まで全ての試合フル出場しています。全く交代はありません。宮地がフィールドにいなければ成立しない、監督の信頼は絶対です。さあこれもタッチを割っていきました。2番の関口真由です。ボールを入れる。さあここからバニーズもなかなか
スペランザ陣内には迫るんですが、シュートまでの形ができてきません。スペランザがよく守っています。よく相手のボールを奪っています。インターセプトしています。さあこれも組み立てていこうというところで、右へ振ってここにウナイ・サラ、そして前に出していく、大きく前に出していく、そして高村ですというこの形なんですが、うまくボールがつながっていきません。バニーズの攻めです。現在バニーズはなでしこリーグ一部6位、13試合戦って5勝2分け6敗、勝ち点が17。一方のスペランサは現在12位、最下位に名前位置しています。13試合戦って勝利なし、6分け7敗、勝ち点は6。今日は勝利して勝ち点3をもぎ取りたい。ホームの J グリーン堺 S1 メインフィールドです。さあ40分を回った。前半リードして折り返したいスペランサ大阪、あるいはもう1点取りたい。さあ森迫、後ろに下げて大きく今度は前に出していきました。持ち段7、前線に行くところ持ち段がいます。スピードスター持ち段7、積極的にゴールに切り込んでいきます。さあ持ち田が手を挙げている。さあこのクロスボールは田谷晴美がダイレクト、いいゴールキーパーです、田谷晴美。さあバニーズにボールが渡っていきました。谷本直接ボールをヘッドで落とす。宮地飛鳥、ここは一旦下げます。相手にボールが渡ってしまった。さあ高村からボールを前に出して大谷歩美、金田監督の厳しい声がこのフィールドに響き渡ります。ローインがスペランサの選手に当たりました。さあしっかりディフェンス、増田玲奈、白いユニフォームがバニーズ群馬 FC ホワイトスター。ここはつながりません。ボールはスペランサボールです。谷田香織監督は現役時代はディフェンダーでした。読売ベレーザ、藤田、鈴代で活躍しました。監督コーチとしてはユノゴーベル、伊賀 FC ではヘッドコーチもしています。谷田香織監督の声が響きます。スペランサの監督に就任して5年目のシーズンです。ここまでまだ初勝利がないというのは監督のキャリアからすると屈辱的なこのシーズンの中盤になっているかもしれません。シーズンは折り返しに入っています。さあ持ち田が走る、南山が来る、ボールを奪うか。さあ向こう側、森迫彩芽が行く。43分を回りました。切らさないよという声が響いています。さあ集中を切らさずにこのまま 1-0 で前半を終えていきたい。一言一言が大変よく聞こえてきます。さあここは上西かな子です。少し足痛めたでしょうか。足首あたりをこう蹴るような姿勢が見られましたが、大丈夫でしょうか。さあスローイン入れてきます。上西かな子、和歌山出身、姫路獨協大学の出身、ここ3試合フル出場しています。さあ残り時間が前半少なくなってきました。まもなく45分になろうとしています。さあ今度は中野がボール入れようかというところで、上西にまたボールを渡しました。上西かな子です。
さあ一旦下げてタヤ、もう時間がありません。強い当たりです。さあ持田がボールを足元に持って一旦後ろに下げました。さあアディショナルタイムは1分です。45分回りました。さあそして宮地から前にボールを出していく。アディショナルタイムはほとんどありません。アディショナルタイムは1分です。さあこのまま前半を1点リードした状態で終えて後半に入っていきたいというところです。あるいはこのわずかな時間にもう1点、サポーターの願いはそういったところかもしれませんが、さあバニーズ陣内に攻め込んでいます、スペランサ。しかしボールをバニーズがボールを回しています、パスを回しています。さあブルーのユニフォームスプランサー大阪、森迫彩芽が上がっていく、攻めていく、上がっていく22番、そして持田もいます。さあこのシュートを打っていきましたが、さあ時間はもうほぼありません。アディショナルタイムも1分も今経過したところです。さあここで前半の45分が終了しました。1対0、前半4分に持田奈々のシュートで1点を取りました。スペランツァ大阪が1点リードで折り返すということになりました。今日は1点をリードしての折り返しということになりました。スペランツァ大阪、今シーズンの初の勝利、白星が見えてくるというのはまだ気が早い気もいたしますが、ここはまずサポーターにすると一安心というところかもしれません。ご覧のように前半は1対0でスペランサがリードしてます。さあ場内アナウンスの、加藤さんの声も今聞かれましたけれども、非常に明るい声がこの J グリーン坂 S1 メインフィールドに響きました。さて配信冒頭でもご覧いただきましたが、なでしこリーグチャンネルのタイアップソングワンデイを歌っているのは平均年齢19歳の男女混成9人組新世代ダンスボーカルグループジリオンです。ジリオンはソニーミュージックが主催し YouTube 上で展開されてきたオーディション番組ワンリンナビリオンで総数5000人以上の中から選ばれました。およそ1年にわたるトレーニングを経て勝ち抜いた9人で結成されました。多様性をキーワードに性別、キャラ、バックグラウンドも全く異なるキャラ立ち抜群、全員主役の新しいダンスボーカルグループの在り方を体現しています。それではなでしこリーグタイアップソングワンデイをお聴きください。迷わない自分を信じてたい、積み重ねる T-65 乗り越えていく One more time。 後悔したくはないから走り続ける。 yeah, yeah. いつだって一人じゃない。君が隣にいる Miracle、 笑顔も涙も Beautiful、 それだけで目の前の道が開く。タバコやっちゃってます。
ません、これはじゃあ再抽選しますか。戻ってこられたら再抽選で。すいません、再抽選に行かせてもらいます。いきます。93番。おめでとうございます。大阪桐蔭のサッカー部ですか。おめでとうございます。おめでとうございます。いきます。93番。あと5つ行きます。87番。あーすごい盛り上がってる。すごい、おめでとうございます。すごい反応がいいんですよ。はい、行きます。37番おられるでしょうか。おめでとうございます。ナイス打ちは、おめでとうございます。応援中もすごい振ってください。お願いします。あと3つですか。あと3つ、いきます。2番。おやった、イエーイ、おめでとう、イエーイ、おめでとうございます。あと2名、いきましょう。43番おられるでしょうか。おめでとうございます。あちゃんと顔見えてます。僕名いいんで見えてます。おめでとうございます。ラストいきましょう。はい、113番。うわー、やったぜ、やったぜ、おめでとう。それぐらいの応援後半も頼むぜ。ありがとう。以上10名様おめでとうございます。でっかい拍手よろしくお願いします。ありがとうございます。後半もこの勢いで皆さんの応援で勝利に導きたいと思いますので、よろしくお願いします。以上、ナモハローでした。ありがとうございました。ウェーレー、ありがとうございます。はーい、ナモハローの2人ありがとうございました。では当選された方はこのハーフタイム中か試合終了後、入り口の方で商品引き換えとなります。お忘れないよう必ず引き換えてお帰りください。さあ試合展開大変盛り上がってまいりました。だんだんね気温も暑くなり、自分の体温も暑くなってきてると思います。皆さん熱中症には十分気をつけていただいて、ご観戦お楽しみください。水分そして塩分お取りください。もし万が一ちょっと体調が悪いなというお客様は、チケットカウンターなどお近くにおりますスタッフの方にお声かけください。そして試合中もですね、スタンドの一番上でポリンキー君が一生懸命応援をしてくれています。ありがとう。前半もありがとうございます。後半の方はですね、すごい得点シーンだとかチャンスシーンに合わせてですね、ポリンキー君一生懸命ポーズ決めてくださってますんで、後半もよろしくお願いしますね。あ、かわいい。ぜひぜひ皆さんお写真撮られる方は今のうちにお撮りいただければと思います。それでは後半開始まで今しばらくお待ちください。
ワニーズ群馬 FC ホワイトスター選手の交代をお知らせいたします。背番号4宇内沙羅選手に代わりまして背番号9大島彩香選手が入ります。続いて背番号20高村恵里選手に代わりまして背番号13後藤あず選手が入ります。続きましてスペランツァ大阪選手の交代をお知らせいたします。背番号19北浦美穂選手に代わりまして背番号29小峠飛鳥選手が入ります。さあ後半が始まろうとしています。選手の入れ替えがありました、背番号19番の北浦美穂選手に対しまして29番の小峠飛鳥選手が入っています。で一方のバニーズも選手の交代がありました。20番の高村4番の宇内選手に代わりまして13番の後藤9番の大島2人の選手が交代しています。さあ後半のキックオフです。キックオフ、スペランサのキックオフで後半が始まっていきました。1対0と1点をリードしてスペランサ左から右に攻めていきます。左にエンドを取っているブルーのユニフォームスペランサ大阪です。一方白いユニフォームバニーズ群馬 FC ホワイトスター、右から左に攻めていくということになりました。後半です。さあ関口真由がボールを前に運んでそしてつないでいこうというところ、谷本がボールを奪う。19番は小泉彩乃です。高塚彩音、前半の4分にスペランツァ大阪持田奈々のシュートで1点を先制しています。ホームゲームでリードして先制点を取ってゲームを展開していくのは今シーズンは初めてのことであります。ホームゲームでの先制点、そこが今シーズンのまだ勝利がないというところにあるかもしれません。今日は勝利に向けての非常にいい幸先のいい前半戦、そして後半に入っていきました。さあこの1点を守っていくということではなくて、前半で申し上げましたように追加点を取って優位に試合を進めていきたいところです。さあバニーズが迫ってくる。ゴールの正面11番の佐藤亜美がいました。バニーズのフォワードは佐藤、大谷、そして塩谷、この今シーズンのゴールを決めている3人のフォワードのプレイヤーがいます。ここは気をつけていかなければなりません。さあ今日スタメンの伊藤楓、そしてフォワードの持田、左サイド、こちら手前には中野真奈美がいます。南山千秋も上がってくる。さあ一つ形が出来上がっていこうかというところですが、ここは大きく枠の外打っていきました。前半終わってのコメント、まずバニーズ群馬 FC の和田春夫監督ですが、立ち上がりはもったいない失点をしてしまった、この後の失点はないように、このまま落ち着いてプレーしながらチャンスを決めることというふうに和田春監督コメントをくれました。
さあスペランザ陣内に迫ってきました。向こう側のタッチを割っていきます。スペランザ大阪ですが、こちらは待望の先制点を取れたことは非常に嬉しい。前半途中からマイボールのリズムが単調で良くなかったので改善して、後半も追加点を狙っていくというのが谷田香織監督のコメントです。マイボールのリズムが単調で良くなかったというところですが、このあたりが後半どう改善されてくるでしょう。日差しが落ちてきました。後半戦です。 J グリーン堺 S1 フィールド、やや後半戦はこの2時回ったあたりのキックオフでありますが、この時間帯はまあ日中でも一番暑くなる時間帯です。日差しも出てきましたので、かなり後半戦はスタミナを消耗する、消耗戦になっていくかもしれません。さあフリーキックのボールをゴール前に上げていきますが、さあ中野一旦左へ振って、もう一度クロスボールは谷本がいます。南山、ここでホイッスルです。オフサイドポジションにいました南山千秋。さあそしてゴールマウスを守るバニーズの田谷晴美です。3年目のゴールキーパー、東京出身です。大きく前線にボールを蹴り込んでいきます。滝沢一旦下げます。左へ振る小泉彩乃、グラウンダーのボール、さあスプランツボール、森坂彩芽、キーパーダイレクト。後半の開始早々ボールの動きが速くなっています。速いパス回しです。谷田香織監督の指示が細かく聞こえてきます。かなこ、レナ、そういう声が聞かれます。レナは増田レナ23番、かなこは上西かなこ3番。ディフェンダーへの指示が飛んでいます。キャプテンの宮地がボールを取ります。フリーキックです。前半の4分に1点を先制しました。それからの得点の動きがありません。さあ宮地が右にグラウンダーのボールです。上西かな子です。さあこのボールはこの前ヘッドでシュートを打っていく。さあまだボールは生きています。ゴールラインを割っていますか。ゴールラインを割りました。もうちょい前、もうちょい中、ポジション前に取れ。谷田香織監督のフィールドへの指示がよく聞こえてきます。さあヘッドで競り合った、ボールが落ちる。小松美奈、さあバニーズも細かくパスをつないできます。後藤あず、前にボールを出す。ここはオフサイド。さあ今日スタメンのゴールキーパーの伊藤楓のキックです。さあここでの役割をきちんと確認していこうという、そういう監督の指示です。さあここに背番号7番の持田がいますが、相手選手は3人です。囲まれています。さあボールがゴール前に上がっていく。谷本がいる、シュートを打っていく。
さあここも手前のタッチです。さあ上西がボールを入れました。ここも狭いところボールをつないでいく中野真奈美。かなり日差しが強く出てきました。スタンドで応援するサポーターもこの暑い日差しの中での応援ということになります。今日はシュートを決めた背番号7番の持田、この後も持田にボールをつなげていくか。松田からボールを前に出していく強い当たりです。森迫、この持田のシュートを決めていきましたが、今日活躍しているこの大阪桐蔭高校女子サッカー部の後輩たちが今日はスタンドから大きな声援を送っています。持田奈々とそれから上西かな子がこの大阪桐蔭高校のサッカー部の OB です。今日はこのサポーターの桐蔭高校の部員の皆さんにしますと、先輩がシュートを決めてくれました。いいところを見せてくれました。いいシーンを見ることができました。さあこのままスペランツァの勝利につながっていけばと願うサポーター、その眼差しがこのフィールドに注がれています。さあキャプテン宮地キャプテンがボールを蹴ります。さあこのハーフウェイラインのあたりでのキックになります。さあここをチャンスにつなげていきたい宮地明日香キャプテン。ただ一人全試合フル出場を続けています。一つも休まず90分戦い抜いています。宮地キャプテンのボールが谷本が落としてシュートにはつながるか。さあ一旦下げて上西、さあマンツーマン切り返す、相手を振り切ろうかというところですが、これはスペランツァボール、スローインに変わります。さあ前に出した、さあ南山千秋、さあどう処理していくか。さあマイボールのチャンスをなかなか単調で生かすことができなかったという前半のこのシュート以降の得点を取って以降の種田監督のコメントもありました。マイボールを奪った後のこの組み立てが単調ではいけません。なんとかシュートにつなげていきたい、いい形を作っていきたい後半です。さあゴールキーパーの田谷晴美のキックです。大きく前線に来ましたが、ここは後藤和から、そして2番の関口真由、フォワードの大谷歩美。さあここは中盤の激しいボールの奪い合いになっています。バニーズもなんとか1点を取って追いつこう、そういう姿勢が見えます。さあこれはキーパーが直接絡みます。バニーズの和田監督はとにかく後半も落ち着いたプレーをしていこうということです。焦ってはいけない、落ち着いたプレーをしてまずは同点に追いついていこうと、そういう指示を出したものと思われます。和田春夫監督52歳、今シーズンこのバニーズのなでしこリーグ1部に昇格したバニーズ群馬 FC を率いています。さあ2番の関口真由です。6年目、この群馬の出身です。地元出身の関口真由です。さあ前に向いていく、走っていくのは佐藤亜美。この佐藤亜美も群馬の出身です。国士舘大学の出身、前節はフル出場しています。強い当たり、28番塩谷ルナ、バニーズの選手も好選手がいい選手が揃っています。さあ南山千秋ボールを奪っていこうかというところでしたが、またバニーズのボールになった。さあゴール前
シュートチャンスにつなげるか。大谷あゆみシュートは打ちませんでした。また一旦ボールを下げて細かくパスをつないでいく。さあゴール前ヘッドが、ヘッドで合わそうかというところ、佐藤亜美です。いい動きを見せました。2年目の選手、今シーズンは1ゴール決めています。バニーズ群馬はシュート数こそ71本とそれほど多くはありません。獲得した得点は14点です。今シーズンのここまでの前節までのバニーズ群馬です。一方のスペランツ大阪はシュート数こそ100本を超えています。111本でしかし得点は6点です。シュート数はバニーズをかなり上回っていますが、得点ではバニーズの方が多く得点をしています。さあ種田監督の声が響き渡りました。さあバニーズが後ろでボールを回して組み立てていきます。胸でワントラップ、ステランツァボールです。ここも宮地キャプテンが蹴ります。日差しがかなり強くなってきました。前半の45分、そして合計タイム60分、今経過しました。後半の15分が経過したということになります。さあ向こう側のタッチです。かなり暑くなりますので選手は給水タイムの前にそれぞれが水分を補給しながらのプレーになっています。持田がボールを持つ。今日シュートを決めた持田がボールを持つ。後ろに下げる、前線に大きくボール出す。中野真奈美シュートが、シュート決まった、決めました。南山千秋、南山千秋がいいところにポジショニングしていました。追加点スペランツァ大阪2点目、2対0になりました。ただいまの得点はスペランツァ大阪背番号6、南山千秋が中野真奈美と抱き合っています。こういった光景をしばらく忘れてたような気がします。いいシーンです。南山と中野真奈美が抱き合ってこの2点目を喜び合いました。さあ勝利に向けて2点、またこの2点を守ってはいけません。もう1点もう1点貪欲にいってほしいスプランツァ大阪。さあ希望が見えてきました。さあ一方バニーズも攻めてきます。ゴールに迫ってきます。バニーズが来る。さあディフェンダー陣が集まる。ゴール前シュート打っていく、2番の関口真由です。強い左足、関口真由の左足が見えましたがこれはゴールの左でした。スペランツァ大阪が南山千秋、後半の60分あたりでしょうか、南山のシュートがありました。2点目が入っています。さあゴールキーパー今日スタメンの伊藤です。今シーズンはこの伊藤楓とそれから高橋霞、そこがほぼ半分ずつくらいの、ゴールを守るということになりました。さあここで10番の8番の選手が下がるということになります。バニーズ群馬 FC ホワイトスター選手の交代をお知らせいたします。背番号8、大谷あゆみ選手に代わりまして背番号10、小島美誠選手が入ります。フォワードの大谷あゆみ選手が下がって小島美誠選手が入りました。
前節は登録がありませんでしたが、今シーズンは10試合スタメンしています。小島美馬選手がピッチに立ちました。さあ2点を追いかける攻撃になっていきます。バニーズ、白いユニフォームのバニーズ群馬 FC、 現在なでしこリーグ1部の6位です。一方のスペランツ大阪は12位、少し差がありますけれども2対0とスペランツ大阪がリードしています。今シーズンの初勝利に向かっていきます。しかしまだ時間はあります。バニーズ群馬、この2点を追いかけていきます。前半の4分に持田奈々が先制点、鮮やかなシュートを決めました。その後先ほどのシュート、南山がシュートを決めました。2対0とスペランツ大阪がリードして65分になろうとしています。合計タイム65分になろうとしています。さあこれを前に出す持田奈々、シュート。持田が積極的にシュートを打っていきましたが、これはゴールバーの大きく上でした。ちょっと足がつってきたかな、足がつったかな、少し照準が定まらないシュートにはなりましたが、積極姿勢は評価ができます。積極的にシュートを打ってきました。大阪桐蔭高校の後輩たちの前でいい活躍をしています持田奈々。さあまた持田がボールを落とした。日差しが強くなってきましたので、かなり体力は消耗します。そして、まあ、太陽こそ出ていないこの前半あたりでしたが、非常にムシムシした湿度の高い、そんな中での今日の試合になっています。さあボールを落とす持田奈々。さあ向こう側ボールを下げていく、ここもつなぐ、足元バニーズにボールが渡ったか、かなり持田は右足を気にしている感じです。かなり足がこう つっているのかな。ああ座っちゃいました。ちょっと苦しそうですね。持田が少し苦しそうな状況で今グラウンドにややお尻をついた形になりました。このまま下がるのかどうかというところですが、持田はゲームが後半から参加、あるいはスタメンの場合も途中で下がるということですから、90分すべて通してプレーしたという経験はありません。ああやはり交代します。持田に変えてスペランツ大阪選手の交代をお知らせいたします。11番の小松が入ります。持田奈々選手に代わりまして背番号11小松優輝選手が入ります。小松優輝が入りました。小松選手は、後半折り返しの第12節愛媛レディースとの対戦で、初スタメンを記録していますが、ゲームに出てまいりました。監督の信頼も厚くなってきたものと思います。ここまで5試合続けて出場しています。5試合ゲームに出場していますが、連続ではありませんが5試合出場していますが、前節はサブにサブメンバーで出場はありませんでした。小松優輝が今日はゲームに起用されました。さあバニーズがスペランサ陣内に迫ってきました。佐藤亜美です。さあつなぐ9番の大島彩香。さあここはゴールキーパーの伊藤です。11番の佐藤亜美が迫ってきますが、種田監督は前半からこの後半に入っても大きく声を出しています。選手を鼓舞しています。
勇気勇気と声が出ましたが、これは小松選手に対する声です、指示です。さあここで給水タイムです。飲水タイムです。日差しもかなり強くなってきましたので、ここは塩分を取らなければ熱中症の危険があります。今場内の放送もありましたけれども、スタンドで観戦をしている皆さんもやはりここは水分を取って熱中症にならないように配慮してほしいと思います。また配信をご覧いただいている皆さんもぜひこのゲームに直接スタンドに来て応援を声援を送っていただきたいと思いますが、その際にはこれから暑くなります。十分に水分を取りながら選手たちを応援してほしいと思います。ただこのなでしこリーグ一部は7月3日、また次回の対戦7月3日ということになるんですけれども、この7月3日がこの夏のインターバルに入っていきますので、夏の最後ということになります。7月8月はゲームが組まれていません。その後7月3日以降は次は9月にまたゲームがなでしこリーグが再開されるということになっていきます。さあ飲水タイムも終わって水分を補給してゲームが再開します。お顔面に当たる。さあバニーズボール、強い当たりです。上西かな子、中野真奈美、小松優輝が積極的にいきます。持田奈々と同じようにボールに対して積極的に嗅覚を発揮していきます。さあここは小松の足元、さあ小松がシュートを打つ、うわ正面控えている森迫あやめが小松からのボールをゴールマウスにねじ込もうかというところでしたが、ここはうまくつながりませんでした。惜しいところでした。いい形でした。しかしここはコーナーキックを得ました。小松から森迫にグラウンダーのボール、ゴール前いい形が出来上がろうとしました。今シーズン森迫あやめの初ゴールかなというふうな、そういうシーンでもありましたが、ここはシュートには至りませんでした。さあ中野真奈美です。左足で蹴ります。さあゴール前にブルーのユニフォームが3人ヘッドで返されました。さあまだ中野、増田から中野、競り合う。さあ2人に囲まれました。佐藤、和田監督の声も聞こえてきました。ここは種田監督に負けじと和田監督の声も聞こえています。さあ攻めをやや狭めて絞りながら絞りながらという声が和田監督から聞こえています。さあ時間もトータルタイム71分を過ぎて激しさを増してきました。この日差しとともにヒートアップしてきました。さあこの2点を持ったまま、いわゆるこのホワイトシートのような状況でスペランザ大阪が勝利することができるでしょうか。まだまだゲームは分かりません。まだ時間はあります。さあ伊藤楓で大きくボールを前に出してきました。さあバニーズ陣内に迫ってきました。いいシュートの形がいくつか見られるようになってきました。強い当たりです。小峠明日香、後半からゲームに参加している小峠明日香の強い当たりも見られました。さあバニーズ小島美穂、小島美真、バニーズの選手もいい動きをしています。
5番の小松美奈。さあスペランツはボールをカットする。スペランツはボール前に向けていこうというところですが、高塚彩音左に振って関口真由がいます。折り返してクロスボールを上げていくというところですが、塩谷ルナ。バニーズも少しずついい形を作っています。さあ関口真由が大きく前に出しますが、宮地カットしていく、クリアしていく、そして中野真奈美、相手にチャンスを与えません。チャンスの芽を摘んでいきます。さあ11番の小松優輝、小松優輝、三重県出身の小松優輝、1年目の25歳です。関口がボールを入れます。またタッチを割ります。第14節を迎えました。なでしこリーグ1部 J グリーン堺 S1 メインフィールドからお伝えしています。スペランツァ大阪が2対0とバニーズ群馬 FC をリードしています。さあバニーズ白いユニフォーム、右サイドから上がっていく9番の大島彩香、森迫が積極的に相手のチャンスを潰して、そして体を入れていきます。ボールを入れていきますが、これは伊藤です。伊藤楓、後半も30分を経過しようというところになってきました。スペランツァにとっては徐々に勝利への兆しが見えてまいりました。しかしまだまだ油断してはなりません。さあ中野真奈美、ボールをつないで、さあゴールに向けていくか。増田強くボールをゴール前、バニーズがクリアする。さあここに上西かな子、大きく上げますが、ここはキーパーです。おそらくもう1点取れば、3点目が入れば決定的な得点になるかもしれませんが、2点ですとまだ残り時間10分15分という時間の中ではバニーズがまだまだ可能性があります。さあ28番の塩谷ルナ、しぶとい攻めを見せます。さあ10番の小島美馬、途中からゲームに参加しています小島美馬。さあここはコーナーキックになりました。背番号7番の高塚彩音です。静岡の出身です。バニーズで全試合にフル出場していますキャプテンです。精神的な柱と言ってもいいでしょう。高塚彩音27歳です。さあその高塚が蹴ります。ファーサイドどうだ、足元混戦になっている、ヘッドシュート、2対1になりました。決めたのは19番の小泉彩乃です。小泉彩乃が決めて2対1になりました。後半の77分でしょうか、小泉のシュートが決まって2対1。まだまだゲームが分からなくなっていきます。ただいまの得点はワニーズ群馬 FC ホワイトスター背番号19小泉彩乃選手の得点です。さあまた場内でもアナウンスが流れました。
決めたのはバニーズ群馬 FC ホワイトスターの小泉綾乃選手です。3年目の選手、小泉が決めています。さあここは関口真由、スペランツァ大阪、後半に南山のシュートが決まって2点目、このシュートがあったことによって今1点をリードという状況になっていますが、さあまだ1点を守りきるという時間ではまだないかもしれません。もう1点取りに行かなければまだまだ安心はできません。スペランツァ大阪サポーターにようやく今シーズンの白星、初勝利を届けることができるか。早く時間が過ぎてほしい、そんな気持ちにもなってこないではありませんが、さあ迫ってくるマニーズ、白いユニフォーム、さあ関口真由が、おっと危ない、伊藤がパンチングでボールを落とす。さあマニーズもいい動きになっています。いい攻めです。13番の後藤和から左へ振っていく関口真由、さあクロスボール、ここはスペランサのディフェンスかわしていきました。さあ11番の小松優輝、前を向いていく。さあここはサイドバイサイドマンツーマンになりました。選手の交代があります。22番の選手、森迫あやめに代わりまして、スペランツァ大阪選手の交代をお知らせいたします。桜田綾乃でしょうか。背番号22、森迫あやめ選手に代わりまして、森迫が下がります。背番号2、桜田綾乃選手が入ります。桜田綾乃選手が入りました。続きましてワニーズ群馬 FC ホワイトスター選手の交代をお知らせいたします。背番号11、佐藤亜美選手に代わりまして、背番号15、古寺美香選手が入ります。古寺に代わりました。佐藤亜美がベンチに下がります。さあ残り今トータルタイムが80分を経過しました。後半の35分、残りが10分とあとはアディショナルタイムということになっていくかと思います。十数分ということになってきます。2対1、スペランツァ大阪1点リードして残り十数分ということになります。さあバニーズがスペランツァ陣内に迫ってきました。10番は小島美馬、今シーズン1ゴール決めています。非常に動きのいい選手です。素早い選手です。さあゴール前に持ち込んでいく、クロスボールは上がりません。ディフェンダーがスプランツァよく機能しています。ディフェンダーは上西、宮地、小熊、増田、この4人が鉄壁と表現してもいいかもしれませんが、いい守りを見せます。さあ19番の小泉綾乃がボールを蹴ります。バニーズの1得点を決めたのがこの小泉のシュートでした。さあこの小泉がコーナーキックを蹴ります。ゴール前激しく動きます。バニーズ高いボールが上がった、ヘッドはスプランツァ、ボールでこれをカットしていきます。切り返します。しかしボールはバニーズ、素早いスローイン。10番の小島から関口真由、関口真由がクロスボールを上げていく、シュートを打っていく。ふわりと上がったボールにシュートで反応してきました小松美奈です。さあここもスローインです。スペランツァボールのスローインです。ボールは上西が持っています。縦にボール出しますが、種田監督手前ですが、種田監督が立ち上がって声を枯らします。さあバニーズがスペランツァ陣内ですが、ここはボールを取り返して攻めていきたいところです。スペランツァボールです。小松優輝が積極的にボールを奪いに行って
そして前線に出していこうというところです。さあ上西がターゲットを探しています。手前に落とした中野真奈美です。さあゴール正面です。南山千秋、今日2点目のシュートを決めています。まだまだスタミナあります。いい動きをしています。南山、18年目の選手とは思えないほどのいい動きです。スタミナはまだまだあります。南山千秋36歳、オルカ鴨川 FC から移籍してきたのが南山千秋です。今シーズンスペランサで活躍していますが、今日は2点目のシュートを決めています。さあバニーズ後ろからボールを組み立てていこうというところです。5番の小松美奈、強い当たり、上西が、ディフェンダーの上西、いいディフェンスです。しつこいディフェンスです。ボールがこの実況席のあたり、またベランダのところにまで飛んできました。さあ関口がボールを入れていく。バニーズがスペランサ陣内に迫ってきました。ここは気をつけなければならない時間帯です。カットする、スペランサ前線に出す。しかしまたバニーズにボール、前にフィードしてくる。さあ右サイド、バニーズの攻撃、2人の選手が中に入る。ボールを持ち込んでくる。さあ大きくゴールに高いボールです。古寺美香、途中からゲームに参加、古寺15番。さあボールはバニーズボールになります。さあ後半の時間もトータルタイム85分を過ぎてきました。残り時間ももうアディショナルタイムが分かりませんけれども、もう10分以内の残り時間ということになってきたかと思います。さあ大きくサイドをチェンジ、右サイドから前につないでいくバニーズ。28番シオやるな、また一旦下げる。さあ右サイドから縦に上がってくる。さあスペランサディフェンスしっかりついています。桜田彩乃です。途中からゲームに参加しました桜田彩乃、森迫に代わってゲームに参加しています。さあ南山、いやボールを奪われました。高塚彩音、運べ運べという声も聞こえてきます。さあどこまで運んでくるか、バニーズ、ここにいつも左サイドには関口がいつもいます。さあ縦にボールを出した、伊藤楓、15番の古手が美香が迫ってきましたが、ここは伊藤楓がしっかりキャッチ。さあゴールキーパーは伊藤と高橋が攻めに合っています。スペランツァのゴールを守ります。今日は伊藤楓がスタメンです。南山、ここはオフサイド。今日がもう第14節を迎えています。プレナスなでしこリーグ1部、後半折り返して3試合目のゲームということになります。お、当たりが強く正面出る。小峠明日香、いい動き、シュートディグ、強烈なミドルシュート、ゴールキーパーの田谷がいい反応を見せました。さあタヤがボールをパンチしたところで
スプランツァ大阪選手の交代をお知らせいたします。コーナーキックになります。背番号14小熊桃香選手に代わりまして背番号13長木真理子選手が入ります。長木が入ります。小熊桃香がベンチに下がりました。長木真理子が入ります。フォワードの選手です。大きな声が和田監督から飛んでいます。さあゴール前ファーサイドヘッド、タイミングはバッチリ、しかしディフェンダーの足に当たっています。さあ続けての攻撃がここはつながっていきませんでした。向こう側のタッチ割ってきました。まだまだセカンドボールへの反応などはありませんでした。ここはつながっていかず、そして増田玲奈がボールを入れます。13番の長木真理子がゲームに入りました。さあ89分から90分に向かっています。後半も時間がほとんどなくなってきました。アディショナルタイムは何分かなというところになってきました。アディショナルが気になります。さあほとんど狭いスペースでの争いになりました。さあその場で足を動かしてねという種田監督の声が聞こえました。さあまだまだアディショナルタイムは3分、アディショナルのタイムは3分と発表されます。さあ残り3分、この3分が大きな3分になってきます。アディショナルタイムは3分です。今場内アナウンスもありました。プラス3分です。この3分もう1点を取りに行くか、あるいは守り抜くか、大きな3分です。さあバニーズが積極的に来る、右へ振る。さあよく足で反応しました増田玲奈、さすがの足です。バニーズの小松美奈が迫ってきました。さあ蹴るのは19番の小泉彩乃です。今日のバニーズの1点1得点はこの小泉です。さあコーナーキックになります。ここは気をつけなければなりません。今シーズンの初勝利目前です。白星目前です。さあ選手が密集しています。さあこのボールはシュートにはならないか、ディフェンスがシュート、攻めぎ合う、打つか、クリアした、ミシューからのクリアです。さあバニーズ正面迫っていく、小島美馬を止めなければなりません。さあそして小松美奈、後ろに下げる関口がいる。さあクロスボール、ゴール前シュート打っていく、よし、伊藤楓がしっかりボールを取った。さあアディショナルタイム残り3分のうちの2分が過ぎようとしています。一つの勝利をこの長いトンネルを抜けることがこれほど難しかったのか、一つの勝利を取ることがいかに大変かということがよくわかります。さあスペランツァ残り1分を切った、中野真奈美前に通す、長木がいる、さあ種田監督も声を枯らしています。残り間もなく30秒になる。小島美和が来る、タッチ終わります。さあ今飛鳥琴桐芸能監督の叱咤も聞かれました。長木真理子が行く、
さあアディショナルタイムの3分が今経過しました。あとは安波陽子主審の笛の音が聞きたい。来てました。プレナスなでしこリーグ1部、今シーズン第14節にして初めてのスペランツァ大阪の勝利です。ついにスペランツァ大阪のサポーターに勝利を届けることができました。ようやく第14節にして J グリーン堺 S1 メインフィールド、スペランツァ大阪の勝利、凱歌が上がりました。ここから後半戦の勝利をつなげていきたいスペランツァ大阪の勝利です。ご覧のようにこの試合は2対1をもちまして、これほど長かった勝利、初勝利があるでしょうか。2対1、そして今日はシュートを決めたこのピッチにてセレモニーを行います。選手のセレモニー開始まで今しばらく持ち田奈々選手の、あるいは上西選手の後輩たちが、この大阪桐蔭の後輩たちが駆けつけてくれました。その後輩たちの前で勝利を届けることが、勝利を見せることができました。バニーズ群馬 FC も粘りました。1点を取りました。2対1、そして同点に追いつかれるんじゃないかな、そういう心持ちもありましたが、なんとか逃げ切ったと言ってもいいかもしれません。ようやくスペランツァ大阪の勝利をサポーターの皆さんにお届けすることができました。これだけ勝利というものが難しいものなのか、貴重なことなのかということを私も改めて知らされたような気がいたします。さあこれからこの勝利というものを、白星を続けていってほしいスペランツァ大阪です。今サポーターの元に歩み寄ります。このホームの J グリーン堺 S1 メインフィールドでようやく勝利のインタビューをサポーターの皆さんに配信を通じてお届けできることができるのではないかと思います。この後の勝利のセレモニーにつながっていきます。ようやくです。選手たち自身も長かったなという思いに駆られているかもしれません。前半の4分に今日のゲームは持田奈々選手がシュートを決めました。そしてリードした状態で後半戦に入りました。後半に南山選手のシュートがありました。それから一方のバニーズに小泉選手のシュートが17分あたり、後半のシュートがありました。後半にシュートがありまして2対1になりました。わずか1点差、1点差をなんとかしのぎ切ることができました。スペランツァ大阪の今シーズンの初勝利です。さあどうやら、いつもこの場内に綺麗な声を響かせてくれている加藤彩さんのインタビューがこれから行われるのではないかなというふうに思います。まだまだスペランツァにとりましては、この12チームが出場しているなでしこリーグ1部の中では最下位というところから、ここから駆け上がっていくのはまだまだ、険しい道のりがあるかもしれませんが、着実に勝利を積み重ねてほしいものと思います。さあそれでは、勝利のこの後セレモニーも引き続きご覧いただきましょう。セレモニー始まりますので少々お待ちください。お願いします。よろしくお願いします。どうでしたか。いや、興奮しましたね、はい、もう最後の方は僕たち上で見てたんですけど、もう頼む頼むと、はい、気持ちも一丸となってたんじゃないでしょうか。はい、どうですか、サッカーボール持ってますけど、まだ、ルーティンかなんか、ちょっとペペッとしてますか、どうですか、ありがとうございました、もうそろそろ始まりますんで、僕、チビボール持ってきたんで、じゃあ、一回、ルーティングの方をやっておきますんで、これだけ見てもらいましょうか、あんまそんなルーティングうまいとかないんですけど。
8時間なんで、東さんがつないで、その間僕はリフティングしとくという時間でいきましょうか。山原を一緒リフティングタイムいきましょう。特別に、はい、この時間ちょっと、はい、チビボール普通は難しいんですよね。でもあの全国準優勝しますんで、ポンポンポンと、あーうまいんじゃないですか。拍手こそは起きませんけども。あーありがとうございます。優しいお客様でありがとうございます。どうやっぱプレーしたくなった途中見ててなりました。おーすごいすごい、一回転ウェレウ、リフティング忘れちゃうぐらい生って言われたらね、はい、そっち反応しちゃいますね。やっぱそうです。ちなみにここでもやったことあるんですよね。はい、試合やってたんですよ、学生時代に。はい、試合やりたかったな、これは。学生時代もここでやってましたし、吉本入ってからもあのやべっちカップっていうやべっち MC がやってるあの大会もここで出まして、僕ここであの中田浩二選手股抜きしたんですよ。はい、その時ここ満タンで入ってて結構湧いて、その後駒野選手にバリ取られました。すごいうまかったですね。すごいな、やっぱすごかったです。いやでもいいな、久々にここのピッチ勝手に入らせてもらってるんですけど嬉しいですわ。であの野球部の人はここできんなんで、すぐ帰ってください、やめてください。一回じゃあ東さんのリフティングも見てみますか。僕もやったんでね、野球部で自信どんなぐらいある、マジないっていきましょう。何回目標、何回、5回できたらマジでサッカーやってない、5回できたら拍手お願いします。はい、はい、1、2、3、4、5。根性で5回何今の、情けない、情けない、ギリギリ行きましたんで、はい、じゃあ俺もなんか、じゃあ何回俺は行くわ。いや、10回やってみますよ。石川君があのリフティングの1回クラスを連チャンでやってくれるということで、決まった皆さん大きな拍手をお願いします。あ、ちょっと難しいですか。いや俺の子と多分同じぐらいのクオリティじゃない、難しさっていうか成功確率はどうなんでしょうか。整えてるとこでかいあの試合用のボールやったらもっとパンパンできるんですよね。はいはい、でもやっぱ警戒ですね。サッカー見るのめっちゃ好きなんですよパン、はい、間もなくですかね。はい、お待たせしました。それではですね、セレモニーに先立ちまして、はい、まずは今一生懸命走ってきてます。ありがとうございます。せっかしたみたいで、監督の総評の方をお伺いしたいと思います。はい、こちらの方でお伺いをさせていただきます。皆さん、今シーズン初勝利です。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。では金田監督、総評の方をお願いします。はい、まあ、本当に今か今かと待ちわびていた勝利が今日ようやく掴むことができて、まずはほっとしたというか、正直どっと疲れも出ました。喜びよりもやっぱりそのくらい選手もやっぱりすごく大きなものをかけて、ま、一戦一戦戦ってくれていたので、まあ、今日に関しては序盤も非常にいい形で先制点取って、ただもう少し早い段階で追加点が取れるような流れに持っていけたらと選手と話してたんですけども、やはりちょっとお互いのチームの消耗戦という部分で最後入れられてはしまいましたが、最後まで走り抜いた選手はすごく誇りに思ってます。まだまだ未熟かもしれませんが、これを機にまた一つ一つ、みんなで力を合わせて一勝
を掴んでいきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最高の勝利ありがとうございました。それではこの後ですね、引き続きましてセレモニーの方に移ります。はい、今日は皆さんのスタンドの方にも一生懸命応援してくれましたポリンキー君の方もこちらに向かってポリンキー君も向かっております。ありがとうございます。はい、ゆっくり。晴れてよかったですね。晴れてよかった。最高です。今日ね1時から雨ってもう言ってたんですよ。はい、それがおかげさまでこんなお天気になりました。最高でございます。まじないかけときました。ありがとうございます。はい、どんなまじないをかけてくださったんですか。雨降るなと言うだけでございます。シンプルイズザベース。シンプルに空に向かって言うだけでございます。シンプルですけど、前のはい、雨が止んだんです。あ、本当に。確かに確かに確かに、そうでしたね。前も止ましてますんで、今回も行けましたんで。はい、可能性ございます。生ファラオさん来ていただいたら試合晴れるし、しかも勝てると。あ、嬉しい。ありがとうございます。いや、持ってますね。また来させてもらいます、これは。いや、本当によろしくお願いいたします。はい、皆さん、ご準備の方はよろしいでしょうか。では、お待たせいたしました。セレモニーの方に移ってまいります。本日町スポンサー様といたしまして、小池屋様にお越しいただいております。本日のプレゼンテーター、まずは株式会社小池屋大阪支店支店長尾崎義明様です。尾崎様、よろしくお願いいたします。お願いします。あ、こちらの方に、すいません。よろしくお願いいたします。それではですね、まず最初に MVP の発表を参ります。株式会社小池屋様より本日商品券をいただいております。それでは尾崎様、 MVP 賞の発表をお願いします。よろしくお願いいたします。軽く打ち合わせをしてございます。こういうのもございます。じゃあ MVP 発表させていただきます。はい、背番号22番森迫さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、では目録の贈呈が行われます。森迫、おめでとうございます。おめでとうございます。どうですか、今のお気持ちは。いや、すごく嬉しいです。僕も嬉しいです。ありがとうございます。もう良かったです。すごい動いてましたね。昨日も活動って気持ちで意気込みで眠れなかったですか。いや、よく眠れました。よく眠れました。よく眠れました。良かったですね、 MVP。 ありがとうございます。ありがとうございます。それでは記念写真に写らせていただきます。今日はポリンキー君も来てくださってますんで、はい、3人でお写真の方を撮りいただきたいと思います。おめでとうございます。大きいな、ポリンキー君。いや、大きいですね。頭上出てますよ、だって。はい、かわいい。かわいい、あのちょこんってなってるの、かわいいですね。いや、一応帽子かぶってるんですよね、あれは。そうですね。そうですよね。食べられるんですかね。いや、まあ、あの帽子以外は食べれるようになっております。なるほど。こちらも後でお返し。はい、はい、ありがとうございます。それでは続きまして、はい、引き続き株式会社小池屋様よりプライドポテト賞といたしまして、なんとプライドポテト1年分をいただいております。ありがとうございます。すごい、1年分。すごいすごい。これはプライドポテト1年分。プライドポテトの方でございます。もう看板商品といたしまして、マジで欲しいです。私昨日ケーキ漬けに小池屋さんのポテト食べてきた。食べました。はい、それでは発表の方お願いいたします。じゃあプライドポテト賞を発表させていただきます。背番号7番持田さん、おめでとうございます。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 貴重な先制点、おめでとうございます。
おめでとうございます。鋭い切り返し、しびれました。最高でした、あれ。ありがとうございます。あれちょっと後ほど僕にあの練習教えていただくことは可能ですか？ちょっと遠慮しておきます。ちょっと遠慮されました。遠慮されました。得点の方おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。持田選手ですね、リーグ初得点ということで、先ほどもいらっしゃいましたが教え子の前で得点決めることができて最高でした。最高でした。それではまだまだございます。まだまだございます。よろしくお願いいたします。では続きまして、同じく株式会社小池屋様より小池屋ザショーといたしまして、これですね、小池屋ザシリーズというのが、後ほどこちらのお写真ご覧いただければと思います。最近エビが出ました。なるほど。美味しいんだ、これもコンビニで売ってます。あ、6月27日に発売をされたそうです。なるほど、先取りできるということですか？一般発売がその日だそうです。まあ、あの私もよくコンビニで見かけておりますので、ぜひお帰りの際コンビニ見てみてください。はい、よろしくお願いします。こちらなんとシリーズ半年分をいただいております。うわ、いい。美味しい。すごいよ、半年も食べれちゃう。では参ります。小池屋座賞の発表に移ります。そしておきます。背番号6番南山さん、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい運動量でした。ありがとうございます。最高でした。ずっと白熱して相方と見てました。これどうですか、嬉しいですか？これは嬉しいです。お菓子好きですか？お菓子好きです。あ、じゃあめっちゃいいですね。けど、はい、はい、けど食べるタイミングは考えてます。いや確かにね、やっぱこれはサッカー選手として、はい、まあ、食べるタイミングなかったらいつでももらえますんで、はい、よかったらいつでももらいに来てください。いいんですか？はい、ありがとうございます。みんなで食べましょう。優しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、南山選手おめでとうございます。まあ、今シーズンより移籍してまいりまして、移籍後初ゴール、そして今シーズンフル出場が初めてということで、大きな功績を残してくださいました。では続いていきます。すごいですね、まだありますよ。続きまして、株式会社小池屋様よりスコーン賞といたしまして、スコーン半年分をいただいております。それでは発表をお願いいたします。スコーン賞発表させていただきます。背番号23番増田さん、おめでとうございます。踊ってください。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。最高でございました。ありがとうございます。緊張はもうしないですか？もうめちゃくちゃします。あ、やっぱしするんだ、するんだ、はい、僕の相方もするんで、はい、緊張せえへんようにしてることとかあります？せえへんようにはしてないんですけど、はいはいはい、最初のプレーを大事にしてます。なるほどね、最初のプレー大事に、ちょっと僕らもそれ見習って頑張ります。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。偶然なんですが、ツイッター上でキレッキレのダンスを見せてくださってますんで、皆さんもしよければちょっとそれ見たい。ちょっと後で個人的に見せてもらいます。キレッキレのスコーンダンスの方を見ていただければと思います。キレッキレダンス、めっちゃキレッキレなんで、後でぜひ見てください。では続いてまいります。今日ね、ここにもいらっしゃってますが、株式会社小池屋様よりポリンキー賞といたしまして、ポリンキー半年分をいただいております。うわー、いい。一番は喜んでる、喜んでる、すごい喜んでる、かわいい。ではポリンキー賞を発表させていただきます。はい、背番号24番中野さん、おめでとうございます。
いやもうおめでとうございます。最高でございました。鋭いミドル、すごかったです。あのキック。いやミドルはあれミドルあれ？あの23番です。あミドルありがとうございました。間違えました僕。あすいませんすいません失態を犯しました。最高でございました。もうあのポリンキいっぱい家で食べてください。ありがとうございました。2点目の切り返しですね。あ2点目の切り返しですね。ありがとうございます。はいありがとうございます。それでは株式会社小池屋様よりじゃがいも心地賞といたしまして、はい、じゃがいも心地半年分をいただいてます。半年分、半年、じゃがいも心地賞を発表させていただきます。背番号1番伊藤様、おめでとうございます。おめでとうございます。いいですね、4種類もトリュフちょっと気になるんで、あ結構人気あります。やっぱり買って帰ろう、これ買って帰ります。ありがとうございます。はい、ナイスセーブでした。最高でございます。もう最後ね、もうガッツポーズ最高の、興奮しました。あとやっぱキックうまいですね。パンドキックがあんなに正確に、また見させてください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ポリンキー君ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。かわいい。ありがとうございます。それでは続きまして、花王様よりですねアタック賞といたしまして、商品の方をいただいております。こちらの方をお貸しください。本日は花王様プレゼンテーターといたしまして、花王グループカスタマーマーケティング株式会社トレードマーケティング部門近畿地区部長福田博一様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。もう看板を持っていただいてます。そして商品の方はあちらご準備いただいているんですが、皆さん使ってますね。あ、みんな使ってます。僕も使ってます。生きる上で欠かすことのできないものでございます。本日はアタック賞といたしまして、なんとこちらのアタックゼロ1年分をいただいております。めっちゃいいやん。もうなんといっても練習したら汚れるからね。めっちゃいいじゃないですか。めっちゃいい。めっちゃいい。1年分ありがとうございます。マジで使ってます。それでは、はい、発表の方をお願いしたいと思います。はい、お二人いらっしゃいます。お二人、はい、まずはあの素敵な切り返しからの先制点で勝利を導いて、いただいた、7番持田奈々さんです。おめでとうございます。それからもう一人、相手の攻撃の目をつむんでいただいた5番の谷本さん、お二人です。おめでとうございます。ではお二人真ん中の方をお越しください。お写真の方に移りたいと思います。どうてお二人で挟み込むような形でですねどうも少し真ん中をお寄りいただきまして、お写真の方をお撮りいただきたいと思います。もうね今日は本当にありがとうございます。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。では谷本選手の方に、先ほどね持田選手来ていただいたんで、オッケー、谷本選手の方にお話聞きたいと思います。1年分、ちょっとこれもあの提案なんですけど、僕の服も一緒に洗ってもらうことは可能でしょうか。あ、それはちょっと、はい、ダメでした。もちろんそうでございました。いいですね、1年分もこれは買わずにずっと洗っていけるんで、あ、ちょうど使ってるんですか。めっちゃいいですね。じゃあよかったら、もう1年分なくなりそうになったら僕足しに行きますんで、また言ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。はい、谷本選手本当にありがとうございます。今日もですね試合中、もう他の選手が移動すると空いたスペースの方にフォローを行っていただいて、素晴らしいプレーたくさん見せてくださいました。最高でした。いや今日はまだスコアボードあるね、2対1ということで複数得点でございます。はい、なんと複数得点が、はい、ここで行った第2節、はい、セレッソ大阪堺レディース戦以来ということで、はい、
本当に素晴らしい勝利を素晴らしい勝利皆さんにお届けすることができてよかったと思います。ありがとうございます。はい、では以上をもちましてセレモニーの方終了とさせていただきます、はい、今日は生フォローのお二人に来ていただいたので簡単に一言ずつご感想の方お願いします。ありがとうございます。やっぱ僕たちも ありがとうございます。生フォロー石川です。やっぱ応援させてもらってやっぱこの勝利これ目撃できたのがすごく嬉しいです。応援あってのやっぱりことだと思いますんで選手の方もやっぱすごいいいプレーしていただいて僕も応援できて嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。僕もねあのサッカーあんま詳しくないですけどあの興奮させていただきましてあのサッカーあの見る好きなんですけど もっともっと好きになりました。はい、ちょっと最初もこれで始めたんで最後これで終わっていいですか。行きましょう。ビクトリー。これの返しがあんま決まってないんですね、はい、みんな手を挙げてくれるんですけどありがとうございます。皆さんありがとうございました。生ハローでした。はい、生ハローのお二人ありがとうございました。本日は皆様ご来場暑い中いただきまして本当にありがとうございます。お帰りの際もですね水分補給塩分補給必ずしていただいて熱中症十分お気をつけください。また申し訳ないんですがこちらゴミ箱がございません。ゴミに関してはお持ち帰りの方ご協力、フィールド内でのセレモニーをご覧いただきました、配信をご覧の皆様にはですね、少しあのセレモニーの状況は見にくかったかもしれません。あの後ろからのこの撮影になりますのでちょっとあの撮影にとっては難しい面があったというところはご容赦いただきたいと思います。さあそれでは今日の対戦です。スペランツァ大阪対バニーズ群馬 FC ホワイトスターの対戦は2対1でスペランツァ大阪が第14節にして初勝利と今シーズンの白星と、勝ち点3を取るということになりました。それでは両チーム次節のご案内をさせていただきます。第15節になります。スペランツァ大阪は7月3日オルカ鴨川 FC との対戦ということになります。これはアウェーでの対戦、鴨川市陸上競技場での対戦ということになります。スペランツァ次回は、アウェーでのオルカ鴨川との対戦。一方バニーズ群馬 FC は7月2日の土曜日になります。名古屋との対戦です。これは、アースケア敷島で対戦ということですからバニーズのホームゲームということになります。次回の対戦をお伝えいたしました。次節も両チーム熱く応援していただきたいというふうに思います。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでは、毎節翌月曜日の午前9時にハイライトの映像をアップしています。したがって明日明後日ということになりますが、月曜日の翌々月曜日ということになりますね。翌々日ということになりますが月曜日の午前9時にハイライトの映像をアップしています。ぜひこちらもご視聴いただきたいと思います。 YouTube チャンネルでのなでしこリーグ公式チャンネルどうぞよろしくお願いいたします。お伝えしてまいりましたように2022プレナスなでしこリーグ一部第14節スペランツァ大阪対バニーズ群馬 FC ホワイトスターは2対1でスペランツァ大阪の今季初勝利となりました。放送席実況担当は山口不二でした。日差しが強く降り注いでまいりました。 J グリーン堺 S1 メインフィールドからこの辺で失礼いたします。